んにちは、カプリショーです。今回はですね、こちらの蝶々を作っていきたいと思います。これは15センチ角の折り紙を半分に切って、上と下で別々に作っています。糊とハサミが必要です。割と簡単に作れる作品なので、それでは早速作っていきます。
これで出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。